色絵花鳥文六角壺17世紀、東京国立博物館像、色絵ボタン文双物17世紀、東京国立博物館像、色絵ライそ文鉢17から18世紀、東京国立博物館像イマリ焼きは、有田を中心とする、非全国で生産された時期の総称。製品の主な積み出し工がイマリであったことから、消費地ではイマリ焼きと呼ばれた。 アリタの製品のほか、三河内焼き、ハサミ焼き、鍋島焼きなども含む。中国では紀元前から原初的な磁器が製造され、五漢時代には本格的な磁器が焼かれていたが、日本では中世までの焼き物は陶器であり、磁器は輸入品に頼っていた。日本で初めて国産磁器の製造が開始されたのは17世紀、アリタにおいてであった。イマリ焼きの文献上の書質は、 寛永15年の毛吹草である。同書に唐津伊万里の焼き物とあり、唐津は土物、伊万里は石物を指すと考えられている。有田、ハサミなどの非禅の時期は、近世には主な積み出し港の中から伊万里焼きと呼ばれた。有田地区の製品を、有田焼き、伊万里地区の製品を、伊万里焼きと呼び分けるようになったのは近代以降、 船に代わって鉄道が輸送の主力となってからのことである。研究者は、いわゆる、伊万里焼を、悲善時期と呼ぶことも多い。佐賀藩の藩祖、鍋島直主が、豊臣秀吉の朝鮮出兵に参加したことをきっかけに、朝鮮から多くの投稿が、ラッチなどにより、佐賀へは当たった。これらの投稿によって、有田における、時期製造が開始された。通説では、 朝鮮出身の李三平が、有田の泉山で磁器の原料となる陶石を発見し、元那2年に有田東部の天狗国用で磁器肖像を始めたとされている。神奈川三平が実在の人物であることは古文書等から確認されているが、元那2年に初めて磁器を肖像したということは、資料からは確認できない。 九州当時文化館の大橋工事らの窯跡調査によると、時期が最初に肖像されたのは、有田東部の天狗国用ではなく、有田西部の天神森用、小物製用、商工用などの窯であり、消費地での発掘調査などから、時期製造の創始は1610年代であるというのが定説になっている。1637年に焼き物産業推進方針を決めた。 鍋島藩により鎌場は13カ所に整理され、トライ人登校を中心とした本格的な有田焼き産業が発達した。有田は山に囲まれた盆地にあり、この泉山の陶石は火山性の流門岩で、それが近くの永山の噴火で蓋をされて、長い時間をかけた温泉効果で白色の陶石に変わり、変質流門岩火災岩と呼ばれものになった。 この岩を盆地に流れ込む小川に水車を応用して、細かく砕き凍土として、また坂を利用して、上り釜を作ることができた。1610年代から1630年代頃までの初期製品を、当時市では初期、今里と称する。この時期の製品は、白地に青一色で模様を表した染付時期が主で、絵付けの前に素焼きを行わない。 生掛け技法を用いている点が特色である。初期の時期は砂めずみという技法が使われている。砂めずみとは、釜焼き時に製品同士の容器を防ぐために砂を挟む技法で、中国製の時期には見られない朝鮮独特の技法である。このことから朝鮮から虎来の投稿が生産に携わったことが明らかである。一方、当時の朝鮮半島の時期は、記念に、 文様のない白字であったので、ゴスで文様を描く、染め付けの技法や衣装は、中国由来のものであると考えられる。この初期イマリは、絵付けの発色が安定せず、生地も厚く歪みや、押し指の跡が残るなど粗雑な部分があり、次第に、九谷焼や柿絵エなどに押され、市場から姿を消してしまった。しかし初期イマリは後に1960年頃より、素朴な、 美しさや叙情美が再評価され、早々に市場から淘汰されたことによる流通量の少なさから以後は希少性が高く、高値で珍重されるようになった。1640年代には、有田西部の山、ヘタ洋などで色絵磁器の生産が創始され、国内向けの大皿などの色絵磁器製品が生産された。これらは、加賀のく谷が産地であると長年考えられていたことから、 国谷と称され、現代の当時史では国谷様式あるいは初期色へと称されている。1640年頃からは、鍋島藩が将軍家、諸大名などへの贈答用高級時期をもっぱら製造する藩用が活動を開始。この藩用製品を今日、鍋島様式あるいは鍋島焼きと呼んでいる。中国では1644年に明王朝が滅亡。 1656年には清氏により、戦海令が発せられて、商船の航行が禁止され、中国当時の輸出が一時途絶えた。このため、オランダ商館長、ザハリアス・バグナーは、中国製当時期を見本として、ヨーロッパ人の好みに合う製品を製作するように、依頼し、イマリ焼きの海外への輸出が始まった。中国製時期の輸出が再開されてからは、 東南アジア方面の市場は中国政治期に奪還されたが、ヨーロッパ方面へのイマリアきの輸出は継続した。1670年代には、素地や釉薬が改良され、白地の地にほとんど青みのない、煮干しでと呼ばれる、乳白色の素地が作られるようになった。この煮干しでの素地に、色絵で絵画的な文様を表したものを、き絵文様式と称している。 1690年代には、染付の素地に赤、金などを多用した絵付けを施した製品が作られるようになった。これを、イまり金卵種と称し、この種の様式のものがヨーロッパ向けの輸出品となった。金卵種とは、当時用語でと読む。絵付けした後、金を焼き付けて、文様を表したもので、赤へ、色絵に施す金彩との配色が、 織物の金断と似ているところからこの名が出た。16世紀中頃、中国厚生省系特沈民用で作られ発達、江戸時代中期に日本に持ち込まれ、白字をベースに赤字に金彩で文様を表す金断種が流行した。福江文様では現代的な転写技術に頼らず、脈々と受け継がれてきた伝統的な手法による作刀が行われており、 天上種小丸焼き最後の担い手と言われている。里焼きと小丸の大きな違いは、作品そのものの持つ骨董的価値の有無である。江戸時代に有田で調成された歴史的骨董的価値のある作品を小丸と呼び、明治以降に現在の佐賀県里市で調成された陶磁器のことを里焼きと呼ぶ。明治初期に焼き物を産地名で呼ぶようになり、 現在のイマリ薬器と呼ばれる陶磁器が誕生することとなった。小イマリは中国の王朝である明から清への時代変革時に発生した欧州での中国磁器の断絶に変わる最良の品として欧州へと輸出されることとなった。小イマリはヨーロッパの王公貴族たちに愛され、今でもオールドイマリとして世界中に熱烈なコレクターが存在する。ありがとうございます。